第8章1節から4節。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の癩病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。You can make me clean. イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち癩病は清くなった。 Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。
夕方になると、人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります、と言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてください、と言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。Then he got into the boat and his disciples followed him.イエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。その時、湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ、助けてください。溺れそうです。と言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とをお叱りになると、すっかり凪になった。The men were amazed and asked,What kind of a man is this? Even 人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう。風や湖さえも従うではないか、と言った。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人、墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、
町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見るとその地方から出て行ってもらいたいと言った。第9章1節から8節。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。Some men brought to him a paralytic lying on a mat. すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。パリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、
私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか、と言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのか、と言われた。二人は、はい、主よ、と言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるように、と言われると、二人は目が見えるようになった。イエスは、このことは誰にも知らせてはいけない、と彼らに厳しくお命じになった。See that no one knows about this. しかし、二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。
二人が出て行くと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかし、パリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。第10章1節から4節。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、雷病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとに留まりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。
その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。32節から33節。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。第11章1節。
イエスは十二人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ葦か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させよと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、と言う。しかし、知恵の正しさはその働きによって証明される。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がヒルスやシドンで行われていれば、これらの町はとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはヒルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。
その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。